ジャンプ松本は日本の女子プロレスラー。タレント、女優。本名、松本香織。身長163センチメートル、体重91キログラム、血液型 B 型。埼玉県熊谷市出身。エリオフィス所属。D、松本と表記されることもある。中学時代はバスケ部、水泳部に所属していた。デビュー前はマッハ文明の大ファンだった。 大宮海星高校へ入学。高校1年と2年度には補欠ではあるがアーチェリーでインターハイへ出場した。同校卒。幼い頃から父親の金銭問題、DV、女性問題等で苦労していた最愛の母のために家を買って建ててあげたいという思いでビューティーペアに憧れて女子プロレスラーになることを志す。1980年に全日本女子プロレスで本名の 松本校で、プロデビュー。1984年にリングネームを、ダンプ、松本と変更すると、クレーン U と共に、ヒール軍団、極悪同盟を結成。後に加わり一番弟子となるブルナカノラとヒールの、タッグチームを組み、長与ち草とは二度にわたり、敗者紙切りデスマッチを行った。フジテレビ系列で放送されていた、全日本女子プロレス中継ではヒールにもかかわらず、 人気を博し、リングネームのダンプは、本名時代のファイトを見ていた観客が、あいつ、ダンプみてえだ、と口走ったことに由来している。全日本女子プロレスの松永隆会長は、このエピソードを引き合いに出して、スターはお客さんが作ってくれるんですよと語ったことがある。ダンプは、松永会長からは、生前には、大変に可愛がってもらったとインタビューなどで語っている。 得意技はラリアット。そのパワーを利りして、喉元にぶち当てる一撃は強烈で、相手が空中で一回転したこともあった。悪役レスラーとしての前世紀は、女子プロレス全体のファンの年齢層が低めで、いわゆるマークが多かったことから、ダンプのアンチが、実家に押しかけ、ダンプ出てこい。と玄関を叩きながら、大声で叫ぶ、玄関先にダンプを抽象する張り紙を貼る。 窓ガラスを割られるといった嫌がらせを受けたことが何度もあり、他にもダンプが購入した新車を納車直後に傷つけられたり、街中で罵声を浴びせられたり、飲食店や服やデパートなど入店拒否されたりと、ヒールとしてのキラーレブリは相当で、ついた異名が日本で一番殺したい人間であった。母親に怖い思いをさせてしまったために一時は悪役レスラーをやめようかとも考えたが、 ダンプの給料も、その当時は、まだ少なかったため、辛い中でも必死で頑張ったという。努力の甲いあって、徐々に、ギャラも上がっていくと、デビューから5年後には、深谷市に念願だった新築一軒家を購入して、母親にプレゼントしている。2019年8月7日にはダンプが幼少時から、確執があった父親が逝去した。殺意まで抱く相手であった父親だが、 晩年で入院中の父親が意識が朦朧としていた中で、この人は誰だかわかると看護師に問われて、ダンプ、松本と答えたことからテレビで、父親が自身を応援していたことを悟り、和解に至った。母親は、リング上での強行が演技だと知っていても、自分の娘が人様の娘をいたぶる姿に抵抗を感じており、 試合会場へ観戦に訪れていた時には、毎回怪我をさせた対戦相手のもとに謝罪に訪れていたといい、ダンプは母親に試合中の怪我のことで、親が出てくるのは恥ずかしいから謝りに行かなくてもいいからねとよく話していたという。リング上でダンプがよく手にしていた狂気は当初は金属チェーンやムッチだったが、振り回した時に自分に当たりそれがとても痛かったことや、 場外乱闘中にフジテレビ、全日本女子プロレス中継の常連ゲストの一人だった松尾かきこに誤って当てて、指を負傷させてしまってからは現在まで愛用の狂気となっている市内に変更した。他にもフォークやハサミ、イット缶なども試合中には多用した。中継試合にゲストで招かれたタレントを威嚇して絡むのが定番だった。しかしゲストの一人だった。 ガッツイ始末がそれに対して本気で怒り、殴りかからんばかりに向かってきた時には、内心怖くて逃げ出したかったが、テレビカメラの前だったので平静を装ったという。また、試合前の入場時や試合後に、控え室に引き上げる際、テレビカメラマンをしないで頻繁に攻撃するのも定番であった。狂気を多用した、試合内容の反面、危険度の高い技の使用を控えている。 流血した際は、麻酔なしで縫合させられ、ダンプ自身が抜歯を行っていた。飲食仲間でプライベートでも仲が良かった、プラム、マリコの試合中の死亡事故の際には、マスコミに対して、最近危険な技が増えてきていて、いつも危ないと思うことがある。いくら体は鍛えられても、頭だけは鍛えることができないと、涙ながらにコメントした。試合中の奇抜なメイクは、 ダンプの素顔が童顔で笑うと、エクボが出てしまい、ヒールレスラーでありながら、可愛く見えてしまうことを避けるためにハードロックバンド、キスのコープスペイントを参考にした。コスチューム代は、自己負担だった。ピーク時の1試合あたりのギャラは3万5千円で、全世紀の平均月収は100万から200万円であった。ヒールキャラが大衆受けし、芸能活動開始後に、 バラエティ番組に多く出演するようになると、月収500万円の時もあったという。後輩で、現在も信仰がある、工藤恵が、当時のギャラは、現金支給で、支払い日に一緒に受け取りに行った時に、ダンプさんの給料袋の札束が立つほどに熱くて、驚いたと証言している。リング上ではヒールに徹するが、リングを降りれば涙もろく。 人情に熱い性格で、後輩たちの悩み事や相談などを親身になって聞いて、アドバイスしたり、引率して、飲食に連れて行く等と、親分肌で面倒見がとても良かったために、極悪メンバー以外に、多数のベビーフェイスの後輩から今でも慕われている。また、レスラー以外にも広く人望があり、多くの芸能人などとも幅広い交際範囲を持っている。 ダンプの人柄を示すエピソードとして、1987年春に、ブル、中野や小松美香、コンドル斉藤、北斗明が年長の先輩からの理不尽ないじめや、仕ごきに対する不満を抑えきれず地方工業中に、集団脱走して、翌日全女の寮へ戻り、先輩たちに見つからないように隠れていたところをダンプに、見つかってしまい、叱られると思い言葉を失っていたところ、ダンプは、 お帰り。心配しなくても大丈夫だからねと、優しく声をかけ、みんなで思わず抱き合って泣いてしまったという逸話がある。ダンプ自身もデビュー前や新人時代には、先輩、同期、フロントの各方面から、理不尽な仕事、いじめに耐えていたことを明らかにしており、後輩には自分がされてきたような理不尽な仕事、いじめなどは、絶対にしなかったという。ただし、 同じヒール軍団の一員であった新人時代のアジャコングはダンプにあまり可愛がられずヒール役に対してやる気がなかったアジャはダンプのセコンドについていた新人時代に試合中競技を手渡す際にミスをし殴られたりしたこともあった2011年のインタビューにてアジャは自分の中ではダンプさんとは合わなかったと語ったブル中野もアジャとの対談で アジャと距離を縮めたいためにダンプからわざとからかわれたり、いじられていたことを証言しているが、その際アジャ自身は、自分がベビーフェイス志望で、希望が叶わずヒールレスラーとして、国悪同盟へ加入してからは、いやいややっていたのが、普段の態度から完全にバレていたことに理由があるとしており、自分から嫌われる原因を作ってしまっていたからと、従回している。アジャも、 大ベテランとなった2016年に受けたインタビューでは、自分はダンプさんも極悪同盟も嫌いだったためろこつに嫌な態度を取り続けていて、他の仲間からは嫌われていた。それでもダンプさんは、そんな態度を取っていた自分を気遣って、いつも歩み寄ろうとしてくれていたし、陰ながら見守っていてくれていた。1988年にダンプさんが引退した後、そのことに気づいてからは、 とても偉大な人物だと自覚したと、ダンプをリスペクトする発言を述べている。しかし、新人時代に国悪同盟が嫌でやめたいという、ストレスから飲酒して酔っ払った勢いで、ダンプに向かって、鬼は外、と言って、かっぱエビセンを投げつけたことがあったそうで翌日は、ダンプに殺されると思ったが、何事もなかったようにそのことには、一切触れなかったそうだが、 その事件から15年後の深夜にダンプから電話があり、会話内で、あじゃちゃん、ダンプと構想を繰り広げた、クラッシュギャルズの2人はダンプと同期で、長い音は、デビュー当時は、落ちこぼれコンビでもあり、アスカとは、全女の寮で、新人時代からルームメイトだったためにデビュー前から、現在まで、講師ともに仲良しだが、構想当時の全女では、ベビーフェイスとヒールが、 公の場で話をしたり仲良くすることは厳禁であったため、クラッシュギャルズファンに仲の良い場面を決して見られないようプライベートでも徹底してヒールを演じ、引退までは自分からクラッシュの二人とは相手口を聞かないようにした。また、会社の上役から言ってもいない互いの悪口を抱きつけられて一時は、長与やすかとは険悪な関係になっていたこともダンプ自身インタビュー。 等で話をしている。これは後年ダンプと長与、アスカが話し合った時に会社に仕組まれていたことが分かって誤解が解けたという。また、全、女時代は自身のファンに対してもヒールを演じきり、本心ではファンに応援されることがとても嬉しかったが、サインや握手を求められても一切応じず、断る時も暇じゃねえんだよ。などとあえてきつい言い方をして断っていたという。 国悪内ではクレーンーも本来優しい性格でファンから声をかけられると手を振って反応するなどしてしまうためにダンプはヒールなんだからそういうのはダメと注意していたという現在は国悪支部というファングループも全国各地にあり1980年代当時とは違ってファンサービスも喜んで応じますとインタビューで語っている理想のタイプは 俳優の中村正俊。中村の大ファンであることを現役当時から公表している。1980年代当時、生きた鶏をハサミで斬首するパフォーマンスをしようと考えていたが、生きた鶏が手に入らなかったため幻に終わった。素顔のダンプ松本1980年前年の全日本女子プロレス新人オーディションに合格していたが、プロテストに通らず、 一時は、全女の営業者の運転手をしていた。トレーニングは過酷で、先輩の指示で道場に飾ってあった亀の甲羅を、背負って這いずり回ったり、地方巡業中に移動バスの座席へ座ることも、許されず長時間立ちっぱなしだったり、おもちゃのお金を渡されて、買い出しへ行くように命じられたり、高速道路のサービスエリアでの休憩中にわざと置いて、 行かれてバスを走って追いかけるなど多くの壮絶ないじめを受けたこともあったという。その後、8月8日、田園コロシアム大会において、VS ニークに準個戦でようやくプロデビュー。当初はベビーフェイスでのデビューが決まっていたが、デビュー前からもともと体格が良かったために太っていたから、ベビーフェイスよりもヒールが自分には似合っているし、ヒールでやるなら、 ベビーフェイスのファンからとことん嫌われるようなヒールのトップになりたい。と本人は当時から思っていたそうで、その意向を会社に伝えてすぐにヒール軍団入りする。本人はファン時代ビューティーペアのジャッキー・佐藤の追っかけをしていた熱狂的な信者だった。ジャッキーが闘病中には頻繁に見舞いに訪れていたそうで、ジャッキー・佐藤選挙後には ダンプは泣き虫で、すぐに大泣きしてうるさいから私の見舞いに来るな。と、よく冗談ながらに、ジャッキーさんに言われましたと、涙ながらにインタビューで話す姿が、ワイドショー番組などで放映された。1983年デビルマサミひきいる、ヒール軍、ブラックデビルの一員として、数年間全く目の出ない、前座のヒールの地位に甘んじていたが、1月、地元の熊谷市民体育館で、 ライオネス・アスカの持つ全日本選手権に挑戦。アスカの負傷箇所である膝を徹底的にいじめ抜き、TKO を勝ち、ベルトを強奪する。その後、縦の木を山崎いつきを相手に二度の大座防衛に成功するが、6月大宮スケートセンター大会でリターンマッチに臨んだライオネス・アスカにベルトを奪い返される。暮れのフジテレビ配送脱タックトーナメントでは、 新人の小倉由美と組んで出場するも一回戦で敗退。1984年タランチェラの引退、デビルマサミ、山崎いつきのヒールからの離脱を機に、デビル軍団と田本を分かち、マスクドユーと極悪同盟を結成。その直前に、本名の松本香織から、ダンプ松本へと改名し、上役などに相談せず無断で髪を金に染め上げ、試合会場へ登場して、 その直後から顔面に派手なペイントを施すスタイルを確立。前年から人気、実力が急上昇していたクラッシュギャルズの対抗馬として名乗りを上げる。レフェリーの安倍史郎と結託し、反則攻撃の目人やクラッシュギャルズに対する超高速ホールカウントなどのひいきレフェリングのもとに狂気攻撃を多用する徹底的なヒールファイトを展開し、 クラッシュファンの少女たちから悪を一心に浴びる存在に、両チームの分かりやすい戦いの図式が熱狂を呼び、女子プロレスは全国的なブームへと発展していく。極悪同盟のメンバーは、ブル中のコンドル斎藤、ドリル仲間へ、影か掘るなど。この時期と前後して、先輩レスラーたちのいじめは、嫉妬に変わっていき、会社の上役にダンプへの不満を訴えたが、 松永会長は、俺はダンプを取る。不満なら、お前たちがやめろ。と突っぱねてくれたという。1986年 WWF に短期間の参戦。現地で潜る中野とタッグを組み3月8日に、ボストンのボストンガーデンでベルベット・マッキンタイアドーン・マディ組と、同月16日には、ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで、 マッキンタイヤーリンダ・ゴンザレス組と対戦している。ビクターエンタテインメントからミニアルバム極悪を発表して歌手デビューし芸能人水泳大会にライバルの長与ち草と出演したり月刊病状では読者のお悩み相談コーナーもレギュラー担当するなど本業のプロレスと並行して芸能活動も数多くこなした。当時の全女は所属選手に 25歳定年制度を設けていたが、ダンプの場合、その集客効果から例外的に定年を伸ばしていたが、1988年から2月22日に大田区体育館で、ダンプ大森引退特別試合を開催。最初は、親友の大森ゆかりと組んで、クラッシュギャルズを相手に対戦したが、4人全員が場外で流血した上、ダンプが味方の大森に、 狂気攻撃を見舞うなど収集がつかなくなり、決着つかず。しかし、ダンプのマイクアピールに、他の三人が呼応し、パートナーを交換して、ダンプ長代組と大森アスカ組による5分間のエキシビションマッチが組まれた。そして、2月28日に、地元、熊谷市体育館で、ダンプの両親、妹に見守られながら一番弟子のぶる。 コンドルを最後の対戦相手にダンプ自ら指名して変速ラストマッチを行ってプロレスを引退した。引退試合の後にはクラッシュギャルズのファンの皆さん今までちーちゃんやさとしちゃんのことをいじめてすいませんでしたと号泣ながら謝罪する最後のマイクパフォーマンスを行った。引退後はダンプの元気で明るくユニークなキャラクターを活かして本格的にタレント女優として 芸能活動を始めた。大森ゆかりと桃色豚隊というユニットを組み、シングル CD 赤いウィンナー逃げたを発売。後年のインタビューで引退理由は、私はその当時他の選手のような会社から露骨な肩叩きなどはまだされていなかったけど、私が前世紀のうちに引退すれば今後の工業収入などの売り上げがガクンと落ちると思い、 プロレスは好きだからやめたくはなかったけど、全女を困らせてやりたかったんで引退を決意した。と語っている。ダンプとクラッシュギャルズ前世紀の全日本女子プロレスは、年間数十億円もの売り上げがあり、会社はかなり儲けていたにもかかわらず、経営者の松永一族の浪費、一族がお金に汚くダンプを含む所属選手たちのギャランティーや、設備、 待遇改善には全く還元されなかったなど、松永会長以外の上役たちにもかなり不満があったとインタビューでもたびたび語っている。彼女の思惑通り、ダンプ引退後は一気に観客動員数が激減したとブル、中野やアジャコングなどの後輩選手も語っている。引退から芸能界への転身にあたり、会社の営業からは、お前なんか芸能界で成功するわけがない。 三ヶ月も持たない。と毒づかれた。数年後に同じ人物から全女のイベントを盛り上げるための仕事依頼があり、その調子の良さに激怒したダンプは、三ヶ月持たないって言ったよね、あんた言ったよね。と質問し、申し訳ありませんでした。と謝罪を受けたという。1998年、全日本女子 OG 工業におけるエキシビションマッチで、 一日限りの限定復帰。一緒に発帰人で参加した大森ゆかりやジャンボボリとは全、同じ代からの親友で今でも仲が良い。2003年本物のヒールを復活させるためとして、新日本プロレスの魔界クラブに共鳴する形で、極悪クラブを結成。吉本女子プロレス JD でマネージャーとして現場復帰。 横浜アリーナにおける全日本女子35周年、記念工業での限定復帰の直後に、低迷した女子プロレス人気を自分が復帰して、少しでも盛り上げられればと思い、古巣である全日本女子の松永隆会長に、サーキット参戦を直訴し、サソリと国悪同盟を再結成して全日本女子のサーキットに参戦。一時期プロレスに専念するため、芸能活動を休止した。 2004年シャーク、土屋の呼びかけに応えて、ガヤ、ジャパンに出現し、タック戦にて、クラッシュ2000と対戦。2006年初の自主工業、国悪地祭りを、新宿フェイスで開催。毎回好評で、現在まで不定期に開催されている。2015年から5月23日、大田区総合体育館で、大似た厚し長与千草を相手に、タルをパートナーに迎えて、 史上初の男女混合電流爆破、タックデスマッチ、大江戸町花火を開催した。現在も多くのファンに試合会場へ足を運んで、楽しく観覧してもらえるように、女子プロレス界を再び盛り上げたいという強い思いで、レスラーと芸能活動を両立しながら活躍している。レスラーとしてはマーベラスが主戦場としつつ、プライベートでも可愛がっている後輩、堀田由美子率いる。 堀田暴走軍にも参加。また近年はボディプレスをフィニッシュムーブにもしている。現役時代から32年近くもの長い期間パチンコ依存症で苦しみ、今までに都心の高級マンションを購入できるほどの金額をパチンコに次ぎ込んだそうで、1ヶ月に100万円ほど負けたこともあると語っている。ラーメンの具としてたこ焼き3個が入っている。CM 中でのセリフ、おい。 みんな最初は分かってくれないんだ。マジだぜ。が話題になる。CM は複数のバージョンが作られたが、その一本では冒頭でノーメイクの素顔で明るく、たこ焼きがラーメンになったのよ。と商品をアピールする場面もあった。なお、素顔のシーンはリハーサルだと騙されて撮影したもので、あり、放映開始まで本編に採用されることをダンプ本人は知らされていなかった。 当時ダンプはヒールのイメージを守るためにノーメイクのメディア出演を断っていたが、全女側がギャラの上乗せ目的にダンプ本人に無断で素顔を出す契約を結んでいた。ダンプ自身は後年のインタビューにて本商品について話題を振られるとあれまのよと評している。なお本商品はあまり売れなかったイメージが定着しているが、 実際は2年以上にわたって販売されている。詳細は、極悪同盟極悪同盟ダンプ松本を参照、坂本隆一、44マグナム、白井義明、竹川幸秀といった面々が楽曲を提供している。大森ゆかりとのユニット、桃色豚大名義。タイトルチューンは作詞、秋元康作曲、三竹明。ありがとうございます。